今回の FT's チョイスは、芸術の秋にぜひ行ってみたい注目の展覧会の話題。現在銀座の資生堂ギャラリーでは第8次椿会、この新しい世界と題してエキシビションを開催中。この椿会、始まりは第2次世界大戦で一時中断していた資生堂ギャラリーの活動を1947年に再開するにあたり誕生したグループ展のこと。第8次となる今回のアーティストたちは、杉戸浩、中村隆二、ネルホル、宮城太、宮永愛子、目の6組。彼らは2021年に椿会としての活動を開始。2023年までの3年間、その年ごとにテーマを掲げ作品を制作する。ちなみに今回のテーマは探求。8月10日、その制作の一環としてアーティストたちがそれぞれのインスピレーションの元となるものをアトリエから持ち寄り、設置する様子を公開するというユニークな試みが行われた。資生堂のこのギャラリーの中を内と外っていう2つの空間に分けて構成を考えてみようというところから多分スタートしたんだ。僕らの素材自体も映像を出力した後、紙を重ねてそれを彫っていくっていう手法を取ってるんですけど、なんか静止画にするとその静止画の一番上にあるイメージしか僕らは見ることができないので、立体を伴いながらつなげていくことによって、一緒に感じることができなかった時間と空間みたいなものを一緒に体感できるっていうことも、実は気づかないこととか見えないことに対して見ようとしていることにもつながっているような気がしていて、お話を最初にいただいた時に、せっかくだったら、資生堂の歴史の中で何か語り継がれるようなものを使いたいなと思って、例えばオイデルミンっていう化粧水の瓶は昔から同じ形のものもあるというふうに伺って、そしたらそれを使って新作作りたいなと思ったことが一つというのと、自分自身がどういうものに豊かさを感じているかっていうのを、今回みんなで話し合う中でこう自分自身を読み解いてみると、やはりそれは生活の中からであって特別な何かではなくて、すごく身近なことが出発点になってるんだなっていうことを改めて感じています。展示は彼らの作品に加え、普段インスピレーションを得ているという家具や小物が同じ空間に混在している。本当に大切なものは何か、その意味を改めてかみしめる、そんなエキシビションだ。パリコレクション期間中に作品を発表したリン州。2023年春夏のテーマは、この世界を心地よくするもの、纏う人の人生を癒すファッションレメディ。いろんな社会状況がね、やっぱりあるのでね、やっぱりそのファッションレメディというそういうテーマをもうだいぶ前から考えてたんですよ。それで、モルジブとかに行ってね、写真撮ったりして、その素材感とかね、やっぱりそういう新しいリン州のウィーメンズと、それから、メンズも今回は、やってます。ファッションを通してなんかこう着て心がこう溶けるような瞬間というのをツールとして届けたいなっていうのがあったので、鮮やかな色だったり、こう風になびいて軽やかな素材だったりとかっていうものをちょっとこう象徴して今回は作っていきました。ここの場所は国立新美術館なんですけど、その熱帯植物園みたいなイメージを作ろうということで、この森だとかね、みんなグリーンに染めてね、日常ではないやっぱりね、雰囲気をやっぱりリン州の、素材感とかね、そういうので味わっていただいたらいいかなと思ってね、今回考えました。